さあ行きましょう。XCOM 2、新しい DLC に向けてリハビリプレイ、今日もやっていきたいと思います。さあ、評議会ミッションですね。敵 VIP を捕獲または撃破する。XCOM 兵を全員撤収させる。撤収させなあかんのか。めんどっちいね、ちょっと。行きましょう。ここに一般人いてますからね。一般人に見つかってもあかんのよ。なぜなら XCOM は、この世界ではね、一応テロ集団やから。もう今この地球自体がね、エイリアンに支配されてる状態やから、XCOM っていうのはもうただのテロ集団に過ぎない。だからね、一般人に見つかっちゃうと、一般人が騒いじゃってね、で、エイリアンに見つかっちゃうという、そういう仕様になってるんよな、今作は。前作は、地球を守る XCOM 隊員というね、そういう立場やったんやけど、今回はもうただのテロ集団。そんな感じですわ。またロボットの音しとるで。セクトポット前回出てきましたからね。ちょっと用心しとかな。あいつちょっと体力多すぎでしょう。まだ見つかってません。潜伏中です。OK。もう一ターンちょっとやり過ごそう。ここまでは大丈夫。これ水の中入れんねや。まあちょっと適当に動かそうか。入った。うわ、またすんごい音してるやん。よし、この体型で、オーバー落ちおる。どうする?ん?なんか今ここ爆発して、こん中にセクトポットいてんちゃうか?これちょっとターン制限きついね。急がにはきついぞ。レディークラッシャー爆撃しようも。めんどくせえ。OK、これで、ファイアグレネードぶっ放しとくか。あ、ファイアグレネードまた持ってきてもうた。別のグレネードにしたらよかったな。よし、決まったぜ。ハストルゲットアヘッド。わ、これ死んだんじゃん。おお、どこ行くね。それはねえぞ。え、ビルの反対側行ったで。ほら、これ車線通らへんがな、こんなもん。どないせいよね。これこの下ね、これ無理やな。これ通ってる?無理ですね。一応ここ 100% で1人倒せるな。コーデックス倒せますね。ハーレーを出すしかないね。これガン&ガンでここまでいくか。あんまり。よし、これで側面取った。ゲット。よっしゃ。もうコーデックスはザコイで。さあ今日もね、やっぱ彼女やな。どうもね、この彼女の着てるアーマー見て、ほら、これヘビなんよ。ヘビの皮っぽいよね。で、髪の毛もなんかヘビっぽいでしょ。ニックネームがメズ。どうもね、メデューサから来てるんちゃうかというね、そういう説が浮かび上がっております。で、家にさ、自宅にヘビをさ4匹飼ってるらしいわ。ヘビ好き、ヘビ女。ヘビ女っていうとちょっとなんかエロいよね。そんなことない？若干エロいよね。そんな話はどうでもええわ。行きましょう。 Let's do this! 彼女メドゥ。うわあ、まあ出てきていいよ。うわ、すごい数。うわあ、戦車来たで。戦車、恐ろしい戦車来た。さあ、この状況なかなか楽しくなってきたな。クーガーの故障プロトコルでセクトポットを一回故障させてみる。どう、ちょっと見てみよう。うわ、シャットダウン 52% やで。これ 52% はきついね。これ失敗したらどうすんねんって話やな。52%ちょっとやってみますか。ここは動画的にはね、
この 52% 試した方が楽しいよな。クーガーのハッキングお願いします。頼む、行って。ああやってもうた、やってもうた。これはまずい。セクトポットがさらに強力になったぞ。防御力と攻撃力上がったんか。あかんやろ。どうする。 93% でだいぶ減らせるわこれ。ほら見てこれ、こっち行っちゃう。セクトポットだいぶ減らせるな。最後の手段にしよう。でメドゥは魔法ビーコン持ってるからね、ちょっと使えない。装甲破壊あるわ。セクトポットに装甲破壊 88%。 これちょっと使ってみようか。頼むぜ BB。 おっしゃ来た、クリティカル出た。15ポイント来たね。来た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 。これ、そしてこれもしかして倒せるんじゃん。デッドアイでセクトポット倒せるわ。倒しちゃおう。死ねえ。よっしゃー頭上の死神もう一発撃てるよ。ピストル射撃で 98% コーデックス、これ倒せるわ。やばくね。いいんじゃないですかこのチーム、やばくないですか。であと動かせるのがメドゥだけ。ただ4体いてるからねこれ。もう魔法ビーコン耐えられへんやろこれ。怪我させられる可能性あるぞ。炎上ダメージ2ポイントか。2ポイント死なへんな。死んでよ。当てんといて。あやばい、5ポイント。魔法ビーコンの体力が10ポイントか。やばい、側面取られた。いや死んだ。あ、まだいけるわ。あ、12ポイントか。オッケーオッケー、いい感じやんか。おーおーおおお、わー、スタンスさせられた。そしてもう一体。どうする、誰が撃たれる。やめて。おーっと、やられた。レディクラッシャー6ポイント。わー、やっばー、あと1ポイントや、残り。地域書、これなんや。スティームプラントってなんや、これ。ちょっと使ってみるねこれ。使った。あ、アーマーが1、2、3、4、5個追加された。すごくねこれ。いやでも今からアーマー追加してもしゃあないけどな。メドゥを 95% どっか倒せる。これ倒せるね。 60%70%95% これ倒しとくか。 95% ね。メドゥかっこいい。メドゥがちょっとかっこよすぎるよね、私が思うに。さあでもハーレーをここまで行こうか。これで側面取れる。もうどっちでも殺し放題ね。これどっち行っちゃうよ。エリートランサー 95%、 これクリティカル出るやろ。いけるっしょ。よし倒した、ナイスワン。こいつ遠いな、ちょっと。車線通ってんのゴリさんだけか。これでクリティカルが出れば倒せるよ。クリティカル率が 10% で命中率が 85% でダメージが6から8やから、8マックス出たら殺せる。ゴリさん頼む、お願いします。うわーミスったー、ミスっちゃった。ぞよし、クーガーをこっちまで出そう。これで戦闘プロトコルでこっちは格殺できる。こっちは倒せない。どうする、最後の砦にしようか。 BB をこっちまで出します。ここまで出して、でアックス投擲、お前じゃない。こいつエリートトルーパー、こいつ87%。頼む。おーっしゃ、クリティカル出たわ。あと1ポイント。さあ、では、クーガーの戦闘プロトコルで、こっち格殺、決まった。よし、これで処理できた。
いい感じやんか。そして BB のスラッシュで格殺ね。これで問題ない。おお、なんとかいけた。なんとかいけました。レディークラッシャーがね、ちょっとダメージ食らっちゃったな。これやばいね。あと1ポイントやで。めちゃめちゃやばいわ。これどっから入んの、これ。またこれ入んのややこしいよ。ここまでどうやって、うわ、なんか、お、見てこれ、ほら、なんか実験しとるんよ。恐ろしい実験ね。 OK、 開いてるな。ここの部屋にいてるな。ターン制限まずいぞ。とりあえずちょっと扉開けます。開いた開いた開いた。で、こっちから、こう入っていく感じですね。BB 潜伏中やけど、ちょっとここまで行ってみようか。Heading out. 来た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 。バレてねえわ。こいつね。こいつを気絶させるか。もしくはもう殺すか。どうするかやな。もう殺しちゃってもええけどな。もう BB で攻撃するわ、これ。ラピッドファイヤーで 83%。 これ倒せんちゃうか。倒したでも。うわ、ミスった。おっしゃ、当たった。クリティカル。うわ、 15% で死んでへん。あと1ポイントだけや。ほら、あと1ポイントだけや。地域賞 BB で倒せる思てんやけど、無理やった。これはちょっとまずいな。レディークラッシャー、レディークラッシャー出したくないんよな。ハーレーのリーパーモード発動で、まずこいつを倒すね。こいつはもう格殺できるよね。こいつを倒す。OK。そしてリーパーモード中、まだ動けます。誰を倒すか。倒しきれへんな。 88% のエリートトルーパー、どう。よし、倒した。いけたいけた。ただハーレーのリーパーモード終了したか。もうちょっと近づいてないとあかんねんな。近距離で倒さないと連鎖繋がれへんのか。でもまあこれで2人倒せたから OK やな。で、ゴリさんの車線は通ってない。わお、当たった。ナイス、ヘビ女ナイス。レディークラッシャーの、わ、レディークラッシャーのアーマーなくなっちゃったわ。ターン数で終わっちゃうんか。94ちゃうわ、 28% しか出えへん。クーガーをこっちまで出す。そして戦闘プロトコルで格殺できますね。いいじゃんいいじゃん、いい感じやんか。 OK、 事なきを得たわ。もう殺しちゃうかこいつ、邪魔やからね。前回はね、気絶させて連れて帰ったけど、もうええわ、死ね。よし。来た来た来た。Menace 15, we're picking up an enemy transport inbound on your current position. OK。あと5、あと4ターンしかないんよ。で、撤収ポイントここ。これちょっときつくねえか。大丈夫？さあ、かかってこいよ。ヘビ女が。お前たちをフルココにするぞ。大丈夫か。よーし、監視でフルボッコ。死ね死ねや。よっしゃ、オフィサー倒した。そしてもう一発発動。ナイス。
よし、よし、よし、That is not good. Menace 1-5, hostile interceptors are on high speed approach. これいけるこれ。大丈夫？いけるよな。三ターン。やっぱあのビップ殺しといてよかったな。これ間に合えへんわ。ガチで間に合えへんわ。ハーレーでここ側面取りましょう。こっちね。ここまで行って、これでも倒せるっしょ。 100% OK。 シールドベアラー倒したぜ。であと1体ね、ここまで出して、そしてフラググレネードでこれ爆撃しようか。これでどうじゃ。 OK。 これで遮蔽物なくなって丸裸。あとはもう適当に倒せるね。ゴリさんで、こっちまで出よう。とりあえず撤収地点まで近づいて、そして射撃 98%。 OK。 あと一発メドゥ、こっちまで出して、そしてピストル射撃でフィニッシュ。 OK。 なんとかいったね。そして後のやつをダッシュさせる。OK。わお、ちょっとなんでやねん。車燃えてた？車燃えとった？炎上しとった？見てなかったわ。無駄にやってもうたな、またこれ。笑うな。まあいいや、まあいいや、もう問題ないでしょ。 Done. Let's go. OK。 さあ4人だけ先帰って、あと2人、これでなんとかいけましたね。ギリギリや、超ギリギリや。 Yes, ma'am. Commander, ma'am. はい、帰りましょう。 Okay, さよなら。 clear. 危なかったね。 Status confirmed. Mission accomplished.3人も負傷したわ。これはちょっと、まあ車が炎上してるのを私が見てなかったからね、私の責任ですけど、これは司令官の責任ですけれども、わからんわ、全然わからんかったわ。メドゥがなかなかね、頼もしいな。このまま大佐まで行ってくれたらね、めちゃめちゃ強くなるよ。スナイパー強いからね。スナイパーは育てるんが大変なんよ。序盤がめちゃめちゃ弱いんでね。ただ大佐まで行くとめちゃめちゃ強いっていう、そういう職業です。レディクラッシャーもね、昇進したからね。よかったよかった。またフランスに逃亡するかもしれんからね、見張っとかな。なんか甘いもんがめちゃめちゃ好きらしくてね、どうしても甘いもんが我慢できなくなるという、なんかそんな感じらしいですよ。うわ、結構、うわ、10日やって結構長いな。ちょっと待てよこれ、マジか。レディクラッシャーにデッドアイはいらんな。若干の命中率ペナルティと引き換えにダメージが大きく増加する射撃。射撃を行えへんから。そもそも。グレネード兵やからね。こっちで行くから。爆発系で育てるつもりやから。デッドはいらんな。全くいらんな。そして、隊長が来ましたね。キルゾーン。扇状の範囲内で移動や攻撃を行った敵に対して反応射撃を行う。キルゾーン。いいね。ライトニングハンドね。OK。さあ、こんな感じで今日はね、問題なく終わる。いや、問題あるな。これ10日間となると、もしかしたら次の出撃できない可能性がある。はい。ということで今日はね、こんな感じで、兵士が成長していくのがね、めちゃめちゃ楽しい。そんな XCOM2 でありますけれどもね、今日はこの辺で終了したいと思います。マヤでした。